ブラバム BT44 は、ブラバムが製作したフォーミュラワンカーである。デザイナーは、ゴードン・マレー。1975年には、改良型の BT44 バイトが製作された。BT44 バイトマレーが前年にデザインした、BT42 の発展型で、二分割ラジエターを収めた、スポーツカーノーズ、三角断面モノコックなど、BT42 を踏襲している。 1975年の BT44 バイトは BT44 と比べフロント部のトレッドが縮小されている。また、ボディ仮面にグラスファイバー製のスプリッターを装着。これによって負圧を起こし約60%のダウンフォースを生み出している。カルロス・ロイテマンと新人リチャード・ロバーツという婦人でスタート。第3戦南アフリカ GP で初優勝を挙げる。 第10戦イギリス GP よりカルロスパーチェが加入。また、プライベートチームのゴールディヘキサゴンレーシングが BT44 を購入して、ドイツ GP からジョン・ワトソンがドライブ。最終戦アメリカ GP で一の二フィニッシュ。ワトソンも5位で入賞した。最終的に3勝を挙げて、シリーズ5位を記録。シーズン終了後の11月24日に、 富士スピードウェイで行われた F1 のデモンストレートランにロイテマンが出走。また、桑島正美が BT44 をテスト、走行させている。1975年メインスポンサーとしてマルティーニエロッシを獲得。パーチェが地元のブラジル GP で優勝。ロイテマンもドイツ GP で優勝するなど入賞を重ね、コンストラクターズチャンピオン獲得も見えていたが、 チームがライキ用のエンジンとして、アルファロメオ、フラット12気筒エンジンを獲得。マレーが、新型マシン BT45 の設計を始めたため、BT44 バイトの開発が中断、シーズン後半は失速。それでも選手権2位を確保した。前述の通り、ブラバムがエンジンをアルファロメオに変更したため BT44 バイトを、ドイツのラムレーシングに売却。 複数のドライバーがドライブしたが、ポイント獲得はならなかった。ないわ、総得点。ありがとうございます。